うまさの秘密はじゃがいもにあり。カルビーのポテトチップス。レイジです。味よあーうせうるせえな、もうあーもうあーやだ、もうあーやだ。黙れ。黙れとはなんだ。セミが喋った。君たち人間はいつもそうだ。僕たちセミをうるさいだの、鬱陶しいだの、かっこいいだの、かっこいいって言うな。言ってないよ。かっこいいなんて言うわけないだろ、セミごときによ。ごとき？あちゃちゃちゃ、貴様。貴様、今ごときと言ったな。じゃああれか、俺は女変に口か、女の口か、女の口。やだ。なんだよお前は。何が言いたいんだよ。貴様のような下等動物には何を言っても無駄だよ。セミの方が下等なんだよ。知らないって怖いことだよな。何がだよ。例えばあの電柱。あの電柱がどうかしたのかよ。君のお母さんだ。そんなわけないだろ。なぜ？なぜ違うと言い切れる。違うよ、あからさまに違うよ。へえ、貴様に柔道の何がわかる。貴様、勝手にエコーを使うな。そんな話は今してないんだよ。お前まさか怒ってんじゃないだろうな。あれまでは誰だって怒るよ、セミに話しかけられたらな。おお、マジに怒ってる。そうだよ。セミに？マジで？セミ相手にマジに怒ってる。やめろよ。セミを抱こうとしている。してないよ、そんなこと。だったらかっこいいって言うなよ、ドキニョ。貴様みたいなわけわかんないやつはこうしてやる。まだ残ってたのさ、押しピンでブチュで昆虫採取の注射でチュー。ああ、うぎよ、何かいい。え、今なんて言ったの。ボスザルだ、ボスザルだ。ありか、責任取れよな。コタキンタイム。今夜も小坂井が燃える、関根が吠える、小坂井が理性を捨てる、関根が本能をむき出しにする、エキサイティングな60分、コタキン増刊号、レディーゴー。コタキン増刊号。和樹です。小松ゆきです。バーバー57センチ。ハリのバスのボーン。明日ワニブックスより新発売。あ、ハリの先生。小松ゆきの有品種教えてほしい。考えてるもらえば。いやー、本当に。いや、あのタイトルが思い出せなかった。多忙かな。いや、今日はですね、久しぶりにレギュラータイプの小崎にどうか。佐野涼子ちゃんのコーナーはね、元気が出るテレビのダンス甲子園の田中君と太郎君がゲスト。おー、ね、また幅広いゲスト呼んでますね。すごいですね、涼子ちゃんもね。大劇スターから、ね、ダンスのスターまで。大変なもんですね。バービーね。あの、明日で授業、僕はね、千秋楽なんです。あ、おめでとうございます。千秋楽前。だから弓取り式をしなきゃいけない。あ、そうですね。ね、しなきゃいけない。まあ、いろんな人見ていただきましてね。有川君も来てくれました。ありがとうございます。光沼さんも来てくれて、はい。私はあの初日、あの、すいません。あの、僕1時間半、あの、取材があったんで、1時間、前半見させてもらいましたから、ね。ありがとうございました。素晴らしいコンビでしたよね。ありがとうございます。あの、スピード感があった。早いんですよ、若いですから、ね、若いからね、それであとダンサーがいいですね。綺麗でしょ。綺麗ですね。あのね、小松美希ちゃんとね、遠藤春子さんって言うんですけどね。小松美希？美希。ああ、美希。湯が抜けてる。ああ、そうです。湯が抜けてる。ああ、そうですか。ね、まあ、空の湯。お湯が抜けちゃってるぞ。じゃあもう上からもう。ねえ、言ってんの。何やった。ごめんなさいね。バカ。ということですけどね。とにかくね、またちょっと暑くなったりしますけどね、まあ暑いのは当たり前なんですけども、皆さん体に注意してくださいね。はい、注意するときはね、あのね、夏はね、みんなどうしてもね、あの外に出たがらない。冷房なんかみんなは大体クーラーがついたりついちゃう。どこにね、で、どっか行こうぜ。え、出んの街。あ、うまい。出んの上。え、出んの街なんて言われてた。街まで来たよ。でもさ、それはミツキも出てないんだから。ミツキも外出てないんだからさ、外行くのもありさ。あ、うまい。今日はね。今日はジャムと3枚持ってきて。5曲目、エデンの街で水木ありささん。
人コント劇場、残暑の郵便屋さん。いやー、小堺本人です。今日もたくさんの人が来てくれたな今日のおすましも大成功。3時間過ぎてたけど2時間40分に切ったしな。明日も頑張るぞ。さあシャワーでも浴びて、でも俺いつもこんな風に説明しないけどな、シャワーでも浴びて今日の疲れを取るかなあ、気持ちいいな、最高だな、この泡が流れる肌の感覚。ショーの後のシャワーは何とも言えないな。この疲れと一緒に感激も、いや気持ちいいな。うちの風呂は変な形してて入りやすいんだよな。いやいいな、ひゃー最高ですな、男同士のシャワーは。そうですよね、人に言えない禁断の。あー誰だ貴様、大きい声出さないでくださいよ、マサルが起きちゃうでしょ。マサルって池田さんのことかな。なんだよマサルって。男っていくつになっても子供なんだから。みんな言ってる意味がわからないんだよ。ひゃー、ちょっと、それにしてもこのシャワーってやつは私のお尻を集中攻撃ですな。ちょっと無理な体勢でお尻出してじゃないか。お尻を無理によ、この突き刺さるような感覚は我々はシャワー塔にはたまりませんな。もうシャワー止めましたけど。寒いよ、わびしいよ。すいません、何なんですかあなた。あ、申し遅れました、私郵便屋でございます。なんで郵便屋さんがね人んちのシャワーまで入ってくるの。え、どうして浴びてんの、それで裸だよね。今すっかり湯気もなくなり、はっきりとあなたの姿が見えます。聞いてることに答えてください。芸能界一のボインちゃんは誰かっていう質問に答えですか。違うよそんなのは。なんで人んちに上がり込んで、そしてシャワーまで浴びてるのかと、そういうことを聞いてるんだよ。強いてあげれば汗をかいたからですかね。しかも30男の汗。あー気持ち悪い、水なんてないよ。君汗をかいたからってね、平気で人んちのシャワーを浴びるのか。平気じゃないですよ、その時の僕の気持ちったら。不安と期待が入り混じって、こんなの初めて、でもこれを避けてちゃ一人前の男の子になれない。やめろ、大きい声出さないでったらマサルがびっくりするじゃないですか。マサルって誰なんだよ。いいか、重要なのはシャワーを浴びた時のお前の気持ちじゃないんだよ。どうして人んちに上がり込んでるのかを聞きたいの。トイケー。実は郵便をお届けに。ちょっと待ってよ。は？はじゃなくて今の叫び声だよ。なんだ統計っていうのは。そういう問題じゃなくて郵便をお届けに上がったんですよ。いやそうじゃなくて説明してくれよ、さっきの統計をよ。なんで私が未知知らずのあなたにそんな屈辱的なことしなくちゃいけないんですか。ただ説明するだけだろ、しかもいきなり叫んだんだぞお前は。早く説明しろ。僕の柔肌について。そんなものの説明は聞いてねえんだよ。君は何全裸で興奮してるんだね。何か着なさい。急に冷静になるな。ここは俺んちだぞ。もういいよ、帰ってくれよ。もう郵便はよろしいんですか。早く出しなよ。いや随分遅れましてね、出しづらくって。まさか所長見舞い汚れ持ってきたんじゃないだろうね。まさか。まさかな。年賀状でございます。あらまあら、あらあら、びっくりしたよちょっとこの人は。今頃持ってきて。でもご安心ください、5年前の年賀状ですから。余計ひどいよ、なんでそんなのかかったの。いやあまりにも素敵な文章でしたので手放しづらくて。それ郵便法違反じゃないかそれは。早くよこせよ。なんだよ、開けまして。ちょっともう一回読んでくれ。ツツ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 ツなんだよそれは。ミュウミュウ。やめろって言ったんだろ。ミュウミュウ。よく聞けばいい音。ミュウミュウ。だから、そうは。